さらにもう一点、幸福実現党が立党いたしました理由、それが北朝鮮の問題でございます。一昨日もミサイル4発発射されておりました。それに対し日本の国防上問題ないという答え方をしていたと思います。幸福実現党はその姿勢こそ問題ではないかと言いたいのです。本当に国を守る気概があるのか、それを問いたいのです。幸福実現党は国民の生命、財産、安全を守る政党でございます。ありがとうございます。北朝鮮が今核ミサイルを着々と計画していっております。年内にはこれが完成すると言われております。幸福実現党はこうした北朝鮮の態度に対し毅然とした態度をすべきだと考えております。北朝鮮がなぜ世界の大隣国でありながら核ミサイルを作っているのか、おそらく自民党民主党ともに分かっていないのではないかと思います。北朝鮮は金正日はその側近の方に漏らしておりますが、核ミサイルを作って日本を脅し、占領植民地時代の賠償金をせしめようと、核ミサイルは金になるんだということを側近に言っているそうです。なぜ世界第2位の経済大国が世界の最貧国から脅されねばならないのか。こうした北朝鮮に対し毅然とした態度を取ることが北朝鮮の暴挙を止めることにつながると考えております。幸福実現党は北朝鮮が核ミサイルを発射する意思を示したなら、敵地先制攻撃、ミサイル基地を攻撃すべきです。幸福実現党はそのために憲法あるいは自衛隊法の改正を行ってまいります。憲法に防衛権を明示し、国民の生命、財産、安全を守れる国にしたいと考えております。幸福実現党は国民の生命、財産、安全を守り、豊かな社会を築く政党でございます。他の永世中立国スイスにおいても他国は攻めない姿勢は持っておりますが、立派な軍隊は持っております。またお隣の韓国においても北朝鮮の脅威に対し、その防衛計画に北朝鮮が攻めてくる意思を示したなら先制攻撃をすると明示されております。それに対し日本政府は何ら手を打とうとしておりません。幸福実現党はこうした態度を改めさせ、国を国民を守れる国家にしたいと思います。北朝鮮のミサイルによって一人の死者も出したくないと考えております。幸福実現党、幸福実現党をご支援よろしくお願いいたします。そしてこの日本をさらに豊かな国にするため、幸福実現党では3億人国家というものを提唱していっております。自民党、民主党が考えている計画では、日本はこれから人口が減り続け、さらに税収を上げ、国民の生活が苦しくなっていくのを計画しております。しかし幸福実現党では人口3億人を目指し、経済成長させ、夢の国を日本に作りたいと考えております。日本を GDP 世界一の国にしてまいります。そのために人口政策といたしまして、ぜひ女性の皆様には3人以上のお子様を産んでいただき、安心して育てられる環境整備等を行ってまいります。さらに1億人の海外からの方を招きし、日本の発展繁栄に協力を
していただきたいと考えております。特に日本の中では農業、漁業、林業等、さらにまだまだ発展させねばならない業種がございます。特に第一次産業は衰退しております。農業においては後を継ぐ方がない状態です。現在65歳以上の方がその務めようになっております。幸福実現党はこうした農業をもっともっと多くの方にできるように規制を緩和してまいります。そうだいいぞ。ぜひ海外からの方を補作人として使っていただき、現在の農家の皆様方にはぜひ地主として指導していただきたいと考えております。日本の農業は世界一の技術です。日本の農産物は世界で高値で売られているんです。ただ規模が小さいためまだまだ持続するに至っていないんです。ぜひそれを規制緩和し、規模を拡大し、日本の農産物を世界に輸出できるような農業にしたいと考えております。幸福実現党は日本の発展繁栄を目指す政党でございます。そんなことができるのかと思われる方おられるかもしれません。しかし幸福実現党は本気です。300選挙区全てに立候補者を立て、比例区11にも立てております。必ず幸福実現党は第一党となり、消費税を全廃し、国を守り、豊かな国を作ってまいります。どうか幸福実現党にご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、小泉進次郎候補でした。どうもありがとうございました。小泉進次郎はこのようにですね、日本国を北朝鮮のミサイルから守るという国の主として使命感と情熱で立っております。岡山2区から立候補予定の小泉進次郎、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。